うん、朝からいい汗をかいたわ。やっと終了かよ。俺はもうヘトヘトだぜ。では若きバルカ党員よ、日々の鍛錬を忘れるでないぞ。まったく、早朝から激しい運動をさせられたせいで腹が減っちまった。つうか、イノシシ肉はバルカ島の方に備蓄されるとはな。まあ帝国にバレたらヤバいのはわかるが、嫉妬ばかし持って帰らせろって言うんだ。たく、仕方ねえな。今日はハミルについてなきゃいけないって言われたけど、隙を見てノウサギ狩りにでも行くか。後でハミルを誘ってみるのもいいしな。あいつ、今の俺様の華麗な弓さばきを見たらなんて思うかな。ディオン、ごめん、今日は労働奉仕なんだ。だからこれ以上は。他のやつと口聞いちゃなんねってか。こんな朝から誰が見てるってんだ。あ、バカだからバカ正直に守ってるってか。気を悪くすんなって。俺もあの石切り場、いや俺たちにとっちゃ神殿だよな、に用があるんだよ。一緒に行こうぜ。あ、誤解すんなよ。お前を手伝おうとかこれっぽっちも思ってねえぞ。とばっちりで殴られるのはまっぴらごめんだからな。だったら喋っても大丈夫かな。おおとも、俺様はむしろお前がヒーヒー言いながら働いてるのを冷やかしに来たってところだからな。帝国軍だって気にしやしないさ。ひどいな。そんなことよりさ、ハミル。何？昨日はありがとうな。何のこと？あ、そうだよな、偶然に決まってる。お前がわざわざ俺の母ちゃんを助けるわけないよな。どうしたんだよ、変なやつだな。俺様としたことが、初めて妙な会議に出たからちょっと疑い深くなったみたいだな。会議って？なんでもねえよ。まったくお前のバカは死ななきゃ治らねえよって話。ああ、それならわかるよ。昨日ヘマやっちゃったのは本当きつかったね。たく、空気読めよな。あんな場面で全部ひっくり返しやがって。お前いつか帝国兵の無知で殺されちまうぞ。気をつけるよ。でもまあ、そのおかげで母ちゃんが助かったし、今回ばかりは
お前のドジに礼でも言っとこうかと思ってな。いやー、ほんとあん時はビビったな。母ちゃんは今にも殺されそうだったし、おっかねえ兵隊に囲まれて俺なんかオロオロするだけでもう少しでしょんべん漏らしちまうところだったぜ。ふーん、そりゃ大変だね。あ、お前今俺のことヘタレとか臆病者とか思ったろ。そうじゃないよ、漏らすと洗濯が大変だなって思ってた。この村岩山の上にあるから、谷底の川まで行くのは大変だからね。ふん、おめでたいやつだなお前って。どこかずれてるっていうか抜けてるところがあるな。そうかな。そうさ、お前みたいなバカに俺様の繊細な心はわからんってことだ。知ってるだろ、なんといっても俺様は東国の偉い賢者様の末裔だからな。そうだったよね。あ、信じてないだろ、お前がバルカの御曹司ってことより全然それらしいだろ。いや、信じてるって。どうだか、お前と食べってるせいでちょっと遅れちまったな。先に行ってるぞアミル。遅れる？僕を冷やかしに来たんじゃ。それは俺の用事が済んだ後だ。最優先の仕事があってな。最優先？食い物を取りに来たんだよ、食い物。あんなところに食べ物なんてないよ。それがあるんだな。神殿裏の隅っこにノウサギの巣があってさ、うまく時間が合うと穴から出てくるのに出くわすんだ。そいつを狩ろうってわけさ。ノウサギか、おいしそうだ。うまく取れるといいね。どうだ、労働奉仕はちょっと後回しにして一緒に来ないか。俺様の弓の腕前を見せてやるぜ。いや、僕は遠慮しておくよ。労働奉仕を早く終わらせたいし、何より一緒に行くと邪魔になりそうだしね。まあそれもそうかもな。トロイノにウロウロされたらノウサギも逃げちまうかもしれねえしな。それじゃ俺はもう行くぜ。さっき言った穴場のことは他のやつには言うんじゃねえぞ。じゃな。あ、もう行ってしまった。僕も早く行って労働奉仕を終わらせないと。始めたし、この分だとお昼には終わりそうだ。でも不思議だな、昨日あれだけ鞭で打たれたはずなのにそんなに傷も痛まない。力もちゃんと出る。どうしてだろう。くれたせいかな。まさかね。思ったより傷が浅かったのかな。不思議な子だったな。
よく寝てたから置いてけぼりにしたけど、もうどこかに行ってしまったかな。それ、もう少しだ。頑張らないと。ディオンはどうしてるかな。ノウサギは取れたのかな。せの。疲れた。少しだけ休もう。ディオン、僕のことは少し疑ってたな。それに会議がどうとか言ってた。多分昨日の事件がきっかけでディオンもバルカ島に入ったんだ。会議で僕のことを疑えって入れ知恵されたんだろうな。バルカ島は僕が本当のバカじゃなくてバカのふりをしてるだけじゃないのかってずっと疑ってるから。ほんと困ったことだ。バルカ島の連中は僕がまともだって分かったら大喜びで挙兵するだろう。僕を担ぎ上げて見境なく反乱を追っ始め、ヒスパニア全土を火の海にしてしまうだろう。それだけは避けないと。しかしあのディオンがバルカ島に入るなんて、どっちかといえば臆病、いや繊細なやつなのにな。お母さんを殺されかかってよっぽど頭にきたんだろうな。これからやりづらいな。バルカ島がここまで入り込んでくると僕はますます動きづらくなる。やっぱりディオンがここに来たのは僕の監視も兼ねてるんだろうな。ノウサギを取りに行ったから今は大丈夫だけど、もっと言動に気をつけないとすぐに見破られそうだ。まあここで心配してても仕方ないか。作業を再開しよう。あらかた終わったな。さてと、ディオンがどうなってるか見に行ってみるか。バルカ島との関わりも探らないといけないし。あ、そうだ、僕は重大なことを忘れてる。ディオンがバルカ島の会議に出たのなら僕がタルトと会ったことを知っているはずなんだ。どうせバルカ島はこの村で起こったことは大抵把握してるはずだし、だとすれば僕がタルトのことを黙ってるのは不自然だ。ディオンに洗いざらい言っておかないと僕がバカだってことをみんなが疑うようになるな。足音をほとんど消してるけど誰かが近づいてくる。この気配、モノマクか。とりあえず作業を続けておこう。これでなんとか。ハミル様、労働奉仕はそろそろ終わりですかな。モノマク、
驚いた。いつからいたの？質問に質問で返すのは愚か者のすることですぞ。あ、労働奉仕？もう少しで終わりよ。ちょっと手間取って。少々拝見しましたが、バルカ家の戦士としては何もかもなっておりませんな。手厳しいな。僕は石を運んでただけなのに。基礎中の基礎のことを言っておるのです。まず力を込めるときに腰が入っておりません。足運びもなっておりません。何よりもなっていないのはその緊張感のなさです。どうしていつもそう浮ついてなさる？戦士ならば用心を怠らず背中に目があるごとく常に張り詰めてなければなりません。僕は浮ついて見えるかな？これでも張り詰めてるつもりだけど。ならばどうしてこの老いぼれがここまで近づいているのに気づかんのです？まあ固いことは一個なしだよ。いいじゃないか、ここは平和な村だよ。僕が戦士として剣を取って戦う日なんか来ないさ。剣など役に立たぬと言われるのか？ハミル様の剣術の指南を務めたこのモノマクの前で。僕みたいな脳なしには役に立たないってことだよ。そんなことよりモノマクにはもっと教わりたいことがあるんだ。もしや兵法ですか？やはりカデメアの座学では満足できぬと。ならば実戦経験豊富なこのモノマクが何なりと答えましょう。ああ、それじゃなくて畑をね、本格的にやってみたくて。まあ労働奉仕で畑にも借り出されてたからまるっきり知らないってわけじゃないけど、一から教わることはなかったものだから。どうしたのモノマク、そんな怖い顔して。あ、いやいや、思いつきじゃないよ。ずっと前から考えてたことなんだ。この先どうなるかわかんないけど、静かに畑でも耕して生きていけたら幸せだな、なんて。昨日の夜家に遊びに来た子がいてね、話してたらなんとなく踏ん切りがついた。やっぱ僕には剣よりも畑が似合ってるってね。ハミル様、正気なのですか？バルカ家の当主ともあろうお方が土にまみれた農夫になろうというのですか？僕は今だって土と砂まみれだよ。朝からの労働奉仕のせいでね。石運びの妊婦と農夫に何の違いがあるんだい？ですが、モノマクだってやってることじゃないか。確かに我ら退役兵は戦場での功績に応じた農地をいただき、それを耕しておりますが。なら構いやしないだろ。それとも腕前に自信がないの？何をおっしゃる。無論畑いじりの腕も剣と同じくらいとびきりですぞ。大麦でも小麦でも夏目足でもオリーブでもオレンジでも何だってとびっきりのものを育てましょうぞ。だよね、だから教えてほしいんだ。ハミル様、今はそんなことをしている場合ではないでしょう。どこまで愚かなのです。やはりこうは思いたくはないのですが、お父上が亡くなられて以来ずっと正気を失われておられるのですか？え、そんなにおかしなことを言ったかな？
この地で農夫などになって幸せになれると本当に思っておられるのですか。帝国の無慈悲な支配をお忘れか。農夫が毎日汗水を垂らして必死に育てた作物もあらかた帝国に税として持っていかれ、後には残りません。凶作にでもなれば税が納められなくなったものから奴隷へと売られていく日々、今この瞬間にもヒスパニア中でそのようなことが起こっているでしょう。その嘆きの声があなたには聞こえないというのか。それに何よりもお父上の無念はどうなされるのです。それすらも忘れてしまったというのですか。ああ、そういう難しいことは分かんないよ。考えすぎると頭が痛くなってくるしね。まあみんなには悪いと思ってるけど、僕には何もできないよ。なんと嘆かわしい。バルカ家の当主たるお方が、ハミル様、幸いにも今は帝国の監視の目はありません。どうかこの物幕にバルカ島に本心をお明かしください。お父上、ハッシュドゥルバル様がお亡くなりになって7年が過ぎました。ハッシュドゥルバル様は当時の反乱軍の指導者たちにこう言い残しておりました。万が一計画が未然に露見し我が身に何かあった時には7年間息を潜めよと。次の反乱は7年後のバール大祭をきっかけにせよと。古き良き時代を懐かしみバールの神々を思う時、カナン人の心は一つになるのだと。それももはや明日に迫っております。どうかここでその本心をお示しください。そしてバール大祭で高らかに宣言していただきたいのです。帝国を討てと。その話は聞き飽きてるよ。無理だよ、帝国に盾つくなんて。モノマクはそんなに僕を殺したいの。我々バルカ島が命に代えてお守りします。怖いし痛そうだし嫌だよ。そうだ、ディオンに誘われてたんだ。ウサギ狩りでも見に行こうっと。じゃあね、モノマク。お待ちください、ハミル様、まだお話が。いや、ディオン、ちょっと向こうは騒がしくてね。ウサギ狩りを見物に来たよ。お、ちょうどいいとこに来た。手伝ってくれよ。手伝うって？ウサギ狩りをよ。今日はいっぱいいるもんだから俺の手には余ってよ。僕がそういうのダメなの知ってるだろ。ウサギ相手ならどうにかなるって。でも、そうだ、獲物を多めに分けてくれたら手伝うよ。そりゃあ取った獲物はお前と分けるけどさ、多めっていうのはどうしてだ。昨日ちょっと変わった女の子に会ったんだ。その子にあげようかなって思って。ああ、会議で聞いたぜって、いや初耳だな。タルトって言うんだ。泊まるところがないみたいだから泊めてあげた。近所の村のやつか。いや全然違うみたいだね。見た目は普通の女の子だけど、僕らとさほど年も変わらないくらいのね。たく、どこの馬の骨とも知れないやつをよく止めるな。危ないとか思わねえのか。もし強盗だったら寝首をかかれるところだぜ。なんだか大げさだな。
ディオンなら女の子が家に来たって言ったらもっと羨ましがると思ったのに。そりゃ俺だって会議で怪しいって聞いてなきゃ。ああ、いや、なんでもない。俺だって女なら何でもいいってわけじゃないぜ。怪しい女には用心するってことよ。で、どこから来たとか言ってたか。帝国の差し金かもしれんぞ。それがよくわからなくてね。自分のことをバール様とか女神様だって言ってるんだ。おいおい、そりゃイカれてるだろう。やっぱバカはバカを呼ぶってか。ま、そうかもね。でも気をつけろよ。仮に帝国と関係なくってもよ、神を名乗るような不届き者は帝国が火炙りにしちまうぜ。それにモノマクだって黙っちゃいない。バールを名乗る偽の女神なんか真っ二つにされちまうぜ。何せ戦バカの融通の利かないじいさんだからな。貴様はハミル様の付き添いの任に当たっていたのではなかったか。新入りの分際で早速任務放棄とは。モノマク、噂をすれば、いや、石切り場には誰もいなかったしさ。まあ細かいことは気にすんなよ。つーかアミル、ここは穴場だって言ったろ。誰にも教えんなって。ごめん、モノマクが勝手についてきちゃったみたい。ああ、騒がしいって言ってたのはこのことか。じゃあじいさんが石切り場まで来て直訴してたのか。ほんと、あんたも諦めないな。何か言ったか、新参者。おい、その呼び方やめてくれよ。バルカ島に入ったってバレバレじゃねえか。ったく、もういいよ。とにかくみんなウサギ狩りを手伝ってくれよ。もうそろそろ穴から出てくるところだし。いいよ、じゃあみんなでウサギ狩りと行こうよ。ハミル様がそうおっしゃるのならひとまずウサギ狩りに加わりますが、このモノマク諦めたわけではありませんぞ。ハミル、ハミル、どこだ。あれ、ん、ひょっとして例の女の子か。そうみたいだね。こりゃややこしいところに来たな。なんとなくこっちの気がするな。匂いがする気が。お、やはりハミル、ここにあったか。まったく、主を置き去りにするとは何事か。いやいや、君があまりにもぐっすり眠ってたから起こしづらくて。それより僕ってそんなに匂うかな。懐かしくも甘い匂いがな。胸が少し切なくなる。どう、ディオン、そんな匂いする。特に何も。強いて言えば土ぼこりの匂い。ふん、夢見がちな女子の言いそうなことだ。乙女だね。貴様ら、何を言うか。そのような意味ではない。これはエニシの痕跡をたどっていたのだ。 いいか、お前も勘違いするな。調子に乗るな。お前と私は
遥かな時を超え運命の糸で結ばれた主としもべ、浮ついた関係などではないのだからな。どうしたの急に。忘れるでないぞ、貴様には服従と奉仕が常に求められているということを。分かったか。あ、いや、よくわからないけど。ディオ、あの娘、もしやハミル様をしもべ扱いにしておるのではあるまいか。だとすれば許してはおかん。謝んなって。タルトだっけ。俺はディオン、ハミルのダチだ。どっちかっていうと腐れ縁だから。そうか、お前もハミルとエニシをつなぐものか。そんでこっちがモノマか。お初にお目にかかる。うん、ハミルとはどのような関係だ。それはハミルに反乱をけしかける頑固爺さん。普段は畑仕事だけど、ハミルや俺たちに武術を教えてる。ほほう、武術をたしなむのか。昔はヒスパニア随一で鳴らした戦士だったらしいぜ。今はこんなだけどよ。今だって現役じゃぞ。ちょっとこっちに来い。いたて、どういうつもりだ。見ず知らずの者にぶっちゃけおってからに。どんな反応するかなって思ったんだけどさ。いいっていいって、ありゃ明らかに頭おかしいぜ。空気が違うもん。うん、確かに。さっきハミルに聞いたんだけどさ、自分のことを女神かなんかだって思い込んでるらしい。それであの態度か。かなり重症だな。病人であるなら医者にかかった方がよい。だろう。どこの手のものか知らんけど、適当に話を合わせて帰ってもらおうぜ。うん、拷問にかけてでも知ってることを吐かせるつもりじゃったが、病人を痛めつけても仕方ないか。帝国としては何か騒ぎを起こすのが目的かもしれんな。ここは軽く事情を聞くだけにとどめて穏便に済ますか。ああ、触らぬ神にたたりなしってな。なんだあやつら、こそこそと相談を始めおって。タルト、お願いがあるんだけど。なんだ。あんまり女神様とかそういうことはおっぴらに言わないでほしいんだ。どうしてだ。厄介なことになる。騒ぎになるし、みんなが話しづらくなるしね。そういうのはみんなと仲良くなってからでいいと思うよ。一理あるか。まあ崇拝されるのが当然とはいえ、寂しいのはつまらん。お、戻ってきた。タルトと言ったな。お前はどこから来たんだ。村では見かけた者はおらんようだが。それはお前たちが異なる世界とか情報世界という境界の場所からだ。北風の後ろとでも言っていい。からかっておるのか。うわ、本格的にイカれてるな。あははは、タルト、君ちっとも分かってないね。僕がちゃんと言うよ。ハミル様、この子は帝国軍預かりの巫女さんだよ。何日か前から弊社の方に泊まってたみたいでね。まあそのこれから始まるバール大祭を見に来たってわけだよ。
帝国軍の兵じゃ。まあ村の中でも我らの目が一番行き届かない場所か。辻褄は合うが、それにしても帝国の巫女には神聖教団の者にはあまり見えませんな。むしろ我々の側の。お、ついに来やがった。まったかやったぜ。あれは何だ？ノウサギだよ。シチューにすると美味しいんだ。おお、シチューか。お供え物にあったな。それならわかるぞ。さ、ハミル、モノマク、狩りの方を済ましちまおうぜ。私も手伝おう。あんた、狩れるのか？見くびるな。これでもそこそこはできるぞ。剣でも槍でも貸すがいい。わかったよ。帝国兵が置き忘れたオンボロなのがあるぜ。ハミルとタルトは適当に使ってくれ。ああ、怪我しない程度に頑張るよ。よし、じゃあ行くぞ。うまいシチューのために。バールよ、戦神メルカルトよ、ご昇乱あれ。頑張ってみるかな。おいしいシチューのために。良い心がけだ。女神の加護と共にあれ。リーダーとリーダースキルについて。戦闘では必ず敵味方にリーダーが存在します。リーダーに選出されることによって自動で効果が発動される特殊なスキルがあり、これをリーダースキルと呼びます。リーダースキルの効果によっては戦局を大きく左右するものがあります。敵軍のリーダーとリーダースキルを確認する癖をつけておくと良いでしょう。僕に任せられても困るな。について。宝箱は攻撃を加えることで開けることができます。開けてみるまで中に何が入っているかは分かりません。
宝箱や敵から得たアイテム類は戦闘終了時にまとめて入手されます。強くなったの？には負けぬ。盛んですぞ。強くなったみんなすごいね。シチューとはまこと美味なものだったな。そうだね。ハミルはもういいのか？食が細いの。
君がお腹いっぱいならそれでいいよ。ふん、一人前の男ならもっと食われば。食が細いから力も出んのです。ノウサギ相手にこの手たらく、わしの指導は全く功を奏しておらんようですな。自らの不甲斐なさをかみしめております。ま、そこのジジイの言い分には全面的に同意だ。お前全くなっとらんな。バルカ家最弱と名乗ってもいいくらいだ。おいおい、あんまりいじめんなって。別に剣が使えりゃいいって時代でもないだろ。ハミルにだってなんか得意なものが。まあこいつは頭も悪いけど。ひどいな。あ、そうだディオン、僕の分け前の方だけど、よかったらカデミアの校舎に持って行っていいかな。学校のみんなに分けてやりたいんだ。みんなお腹を空かせてるだろうし。ハミル様、あなたという人は。ならばわしの分も上乗せしてくれ。ふん、カデミアなる学校にお腹を空かせた信徒どもがいるのか。ならば私の分もくれてやるがいい。別にいいけどよ。ハミルは相変わらずお人よしだな。他の連中もハミルに合わせることもないのによ。でもま、俺の分はこれっぽっちもくれてやらんからな。何すんだ。うん、この美しい流れに水を差し寄って卑しいやつめ。人一倍食ってたあんたに言われたくないわ。なあ、神が供物を存分に食すのは当然。我が信徒の分際でなんと不尊な。まあまあタルト、ここは抑えて。ディオンがいないとこの場所も分かんなかったんだから。そういうこと。人の善意なんてものは強制できないし、情報はタダじゃないんだお嬢ちゃん。何事にも代償がつきまとうものさ。そりゃ神様だったらよく分かってることだろ。ぐにゃにゃ。ディオンもそれくらいにして。じゃ、獲物を持ってみんなでカデミアに行こうよ。そうだな。俺のはくれてやらないが、運ぶくらいなら手伝うぜ。ありがとうディオン。なーに、マブダチならこれくらい当然だぜ。ウサギ肉はまだすぐには痛まないけど、早く運ぶに越したことはないからな。じゃあそういうことで、アーバーよ女神様。ハミル、ウサギを運ぼうぜ。ああ、あ、こら、私を置いていくな。待て待てと言うに。正直、ハミル様の考えはこの老いぼれの身にはよくわからぬ。血気盛んな年頃だろうに欲がないのか。もはや復讐も憎しみも忘れ去り、俗世のことに興味などないのか。だが時折見せる無視の行いには何か人徳のようなものを感じずにはおられぬ。あのお方はやはりバルカの当主だと思うのは買いかぶりだろうか。モノマク、何してるの？早く来てよ。じいさん、いつまでも黄昏れてんじゃないぜ。ハミル様、直ちに参ります。